だまで遊ぶ、じゃあどういう社会を作りたいかっていうことを話し合いました。今日はそれを技術、どういう技術が必要か、あるいはその技術を進めるためにはどうしたらいいか、より現実的にするためのことをみんなで検討することをします。僕はこの中間があると思って、バーチャル移動との前にもう家が動いちゃえば、家動かせる、すごいね、キャンピングカーですか、もうちょっとゴージャス版みたいなので、なるほどなるほど、例えば要介護で寝てきりの人でも、もう好きなところに行って景観は楽しめるみたいな、実際に家が動いちゃう、そういう発想があってもいいかな、もっと気軽に遺伝情報で更新、あ、遊べる、あ、そうそう、それいいこと、いいこと、いいこと、あ、遺伝子で遊べるっていう、いいですね、あとはもう基本ですけど、バリアフリー、ちょさっきの事故のやつのスーパー3人車もうスーパー3人車ゴロゴロとしたいんだけども、これがすごく入ってる、余命予測みたいな感じ、あと5年で死ぬよって言われたらどうするみたいな、カウントダウンみたいな感じがあるといいかもしれないですね。私はちょっと内山先生の相手に触発されて、ボランティアからベンチャーに、アクティブ、まあ、アクティブシニアになるんですかね、アクティブシニアがベンチャー企業をどんどん起こせる社会になっている、電気がつくとか、あるいはエアコンがつくとか、そういった個人の音声を認識するけど、今多分普通の音声認識機能はあると思うんですけど、それを個々で、だからその人じゃないと機能しないようなものが、活躍の場っていうのが教育の場でもどこでもいいんですけど、はい、高齢者が何か主体でこう指導する、もう食育もそういった文化のやつも全部もう必修として学校の中に組み込めてしまうっていうのはどうでしょうね。家庭科の料理もおばあちゃんたちが、おじいちゃんたちがやる、うんうん、家庭科の先生やばっちゃいます。いや、家庭科の先生もその途中ぐらいにいるんで大丈夫です。でもきっと和食専門とか漬物専門とか中華専門とかいろいろ出てきますよ。実現性が高くて、おそらく重要性が高いと思われるのが、地域包括ケアシステムで、それに対してそれを支える技術として、例えば介護ロボットとかロボットスーツとか、あとはナノマシン を用いて、まあ、その健康のセンシングをやっていこうとか、テーマ、いいよダメよボタンで死の自由の選択、かっこ生きることの責任の可視化、社会として死に対する倫理教育を広める疑問を持っています。人間関係のネットワークを可視化するで、可視化できる情報化社会において、死までもソーシャルネットワークでもって決断できるシステムが完成している。いろんなことをもう情報に盛り込んだところで、しかも今の若い世代の人たちがいろいろとネットで環境ができるように探索して、この近くでこの近辺でこういう人がいるっていうことができるようなバンキングっていうのをシステム作りから入っていってできたらどうか。で、また個人の中でそれでワーキングシステムとこれはシェアするんですけれども、もう一つやっぱり運転するのが好きな高齢者ってもう当然いますので、まあ、高度な運転支援で安全を担保されながら、まあ、昔ながらの自分のアイデンティティである、例えばスポーツカーに乗りたいっていうのも実現させながら、まあ、例えば運転技能の その能力保全のプログラムを動かしながら、その高齢者が運転を楽しみながら健康を維持するっていうのが一つの姿でしょう。名古屋市在住 A さん、85歳男性の一日。おはよう、朝ごはんできたよと、今日も沖縄の離島に住む孫娘、かっこ15歳に起こされた。沖縄の香りと風を名古屋でも感じられるアシスト住宅は、孫娘の料理をも自動システムで再現する。
しかもその朝食はトイレや呼気から自動で A さんの健康状態を診断するシステムが備わっており、食事はカロリー、栄養バランス、塩分、ビタミンなどが最適化されている。あ、まあ、あのいろんな人がいて、まあ、楽し面白いし、他の人の発表はあなるほどと思うほど多かったですけど ね、まあ、なんか死だとかすごい重たい話題までなんか扱っててね。なんかワークショップって多分そういう立場とか日常のそういうヒエラルキーをあえて崩さないといい議論はできないと思いますし、いい種も生まれ出てこないと思うので、いいトレーニングになりました。実現化させようという意思を持ってみんなで話していったので、すごくやっぱり前向きな意見が多かったので、やっぱりそういう意見を聞いてると、もう自分自身もなんかこうなんかやってやろうかって感じになってきて、やっぱりすごく有意義でしたね。とっても面白かったです。はい。